急に話題を変えますが今、私、八王子の市長選挙に入れ込んでましてね、あの5回かなあの、応援に行くスケジュール入れてまして、もう2回消化しましたけど、本当びっくりしたんです、象徴的だから、八王子というのは、東京の西の拠点で、あの大きな自然と、急に襲ってきた都会がぎくしゃくして、なかなか難しいところではあるんですね。 下手するとあの犯罪多発事態になっちゃうんです、そういうところは。ところがです、ね、市の経営が全くなされてないんです、なぜかというと、あの代々の市長が、ね、自民党の元都議会議員なんです。都議会議員というのはあの、東京都の官僚は優秀ですからあの、きちんとお膳立てしてくれる、そ,それに対して、ああ、だうだ、集団で言ってればいいあ、自民党の都議会議員もたくさんお友達いますから。 あ新年会の予約も入ってるんですけども <laughs> あのな、なんていうかな、1人で責任を持って判断するということ,とこが身についてないんですね、そんな人が公明党と自民党の組織票で市長になって、あの利権、土木談合政治みたいなことをずっとやってて、なんか、ガタガタな町になっちゃって、今、八王子って勢いがなくなっちゃってるんですね。でありながらですよ前回の選挙の 投票率は30%なんですって、30%でそのうち16%を公明党と自民党の組織票が取って、だ共産党支持だのはずですけど、反対の候補者は43%も前回取ってるんですでも70%の人が投票に行ってないんです。ここなんですよ、これ国政だってそうじゃないですか。だから去年安倍ちゃんがあまり乱暴なことをやったために 僕が大学教授を2年前に辞めるときにです、ね、今時の若者はもだめだと、私は若者を見捨てて大学を辞めこだなと思って辞めたんですけども、だってこん、こんなね、いい講義をする教授がいても、<laughs> <laughs> 反応しないんですもん、皆さんは反応し、2年前に私が見捨てた子供たちは、ですね私の講義に反応してくれないんですよね、だめだこれはと思って、それがですね、安倍ちゃんの爆走に反応してくれたんですよ。 でなんかその辺に立つようになっちゃったわけですよね。<laughs> そしたら、もう一つは、子育てに忙しいこちらのママたちがぞろぞろ力が湧いてきたわけです、おそらくそういう層があの結構、棄権していたと思うんですよ。だから、まずは棄権した人たちが政治に目覚めたという点ではね、安倍さん、いいことしてくれたんですよ。<laughs> だからそれで安倍さんにとどめをさせてあげることによって、安倍さんに悪情もこれ以上させないというのが、これはわれわれの責任だから皆さん、それぞれあのご自分のお住まいの地域社会の事情は違うと思いますけれども、とにかく32の,です、ね、あの小選挙区でどうでもいいんです、あびルいいだろうで一つにまとまってくればいい、最後に。そののことを一部意識してあの 仲間に語っててあげて欲しいと思うんですそれから八王子に戻りますけどねそこで、えー、っと共産党と社民党と、えー、ネットワークとなんかとにかくそういう人たちが集まってるんでなんでここに民主党いないの民主党い,ないの？不思議になりましてその決起大会みたいなとででいないんですよと。 で私の教え子で長嶋記者という多摩地区の,あのなんていう自民党的な民主党議員がいるわけですね <laughs> 彼のところ電話したらあ調べてみます調べたらこうなんですって現職の主張にはかなわないから連合と民主党が連,連合があのリーダーになって民主党が現職の自民元自民党党議ですよ。 市長と政策協定を結んんんでで推薦すすする手続きに入っっっててますふざけんなって怒ったんですよねどうすんのと、ありがたがられもしないで、こっちから急い急で身売りに行くわけって、おかしいんじゃないのだって、宜野湾と八王子で両方でね、安倍政権にダメージを与えたらいいじゃないですか。<laughs> そうしたら、これ信じてくれるかどうかは別として、素直な長島君は、 19歳の時から指導してますから、分かりましたって言って、<laughs> 八王子の支部長に説教したそうなんです、それで、支部長がうだぐだ言ってるのは、いや、あのー、現職市長に政策協定って言ったけど向こうがありがたがってくれた、当たり前だろう、よね。えっとです、ねえー、自分のほうからもう手短に時間もしてますので、2点ほど話させていただきたいなと思うんですけど、まず1点目、あの去年の安保法制に反対する抗議行動についてです。 えー、昨年、あのー、安保法制があの戦後70年の日本の安全保障政策を180度転換しなおかつ、えー、この国の立憲主義を蹂躙するような形で、えー、議会の民主主義的手続きも無視した形で政権が強権的に強硬的に数の力だけで無理やり安保法制を、あのー、ご利用して押し通したということは皆さんもあの覚えてらっしゃるからと思います。で、え、で、ー、ですけどあの議会の外では一方で あの戦争を知らない世代が戦争反対とまあ声を上げたと思うんです僕もあのその一人ですし多くの人たちがまあ戦争をご存知の人もいらっしゃったかもしれませんけれども過去であったりとかあるいは遠い異国の地で今なお行われている戦争紛争そういったものに思いを馳せて絶対にこの日本という国が戦争をもう二度と起こさないように憲法を守る真っ当な国であるようにということで声を上げてきました。ここを もう何度でも繰り返して思い,出したけかな思い出していかないといけないと思います。何でかというと、9月19日、安保法制反対、憲法を守れ、戦争反対といったような声を上げていた人たちが、野党は頑張れ、野党は共闘、そういうことを言ったと思うんですよ。今、野党共闘、うまくいくかいかないかみたいな話で、ポジティブな人もネガティブな人もいると思うんですけれども、 単純なな野党共闘じゃないんですよ今の野党・共闘ってこれだけ何で言われてるのか何で国民から野党・共闘こそが大事だってことが言われてるのかそれは単純に政党間の候補者調整ってことだけにとどまらなくてこの国に生きるあらゆる人々が野党が共闘してあらゆる世代とか立場の違いを超えて今の安倍政権の行っている政治は許せないってことを言うためなんですよ。 だからこそ、いろんな立場の人たちが集まって、野党、共闘、そしてこれから新しい日本を作っていくために、いろんな人たちが声を上げたあの夜のことを絶対に忘れないでいかないといけないというふうに思います。<laughs> それからあともう一点目は、まあ、次の選挙に向けての動きですね。 あのーまあ、残念なことですけれども、まあ、先ほど小林先生の方からもお話がありましたけれども、まあ、一部の政党からは野党・共闘なんてできないんだというふうなことが言われていますでさっきも言いましたけど今こんなに野党・共闘って言われていることは単純な政党間の調整ってことじゃなくて政党にいる人たちも普通に仕事してる人も学生もあらゆる違いを超えてこの国の政治を動かしていくこの国の政治を変えていくために みんながまとまるための前提として、あと京としてほしいってことだと思うんですだからこそ、一人区、特に一人区での候補者調整、そして単純な制度間の,あの候補者調整を超えて、いろんな人たちがその候補者を応援していく、支援していくってことを作るためにも、これは政党の責任ですから、これできなかったら政党の責任ですから、市民社会の責任じゃないですから、絶対にあと京としてください。 いや本当にふざけんなって話なんですよ。どこを見て政治やってんだって話なんですよ。今ここで野党共闘できないのはなんでなんですかもう政権にそれが資するなんてもう目に見えてるじゃないですか。一番嫌がってるのは自民党ですよ、野党共闘嫌がってるのは。なんでそれができないんですか もう最近こうやって話してるんですけど安保法制反対も安倍政権のもいいんですけど野党は共闘が一番拍手の数多いじゃないですかもうこれは政党の責任ですから必ず政党の人たちが責任持って野党は共闘してくださいお願いしますえ最後に一言、あ言政党にあの言いたいこともたくさんありますけれどもまあそれをぐっとこらえなきゃいけないまあ状況とか シシチュエーションもあると思いますこれから夏に向けて、まあ、野党・共闘もそうだし、あとやっぱ投票率上げないといけません、投票率75%、<laughs> 一人区全勝、やりましょうよ、これ、<laughs> ぜひやりましょうよ、これ実現しましょう、あとは参院選もありますけれども、まあ衆参同日、どうなるか分かりませんけど、先ほど小林先生が言った通り、この国を立憲主義を回復させて、まともな国にする。 もう一つ、安保法制は絶対廃止する、そして持続可能な経済成長ができてくるようなまっとうな国にする、今みたいなブラック資本主義みたいなものは許されませんよ、<laughs> そのために政党の自力をつけていくこともそうだし、僕らの市民社会のほうがタフになって、ちゃんと賢くなって勉強していくことも大事です、どっちも大事です。 そんなにすぐにはできないと思いますけどあと10年、20年というスパンをかけて本当にこの国を豊かな普通の真っ当な戦争をしない国にするために皆さん戦後の終わりって言われて何十年経って去年は確かに戦後の終わりだったかもしれませんけれどもまた新しい戦後を作ればいいじゃないですか新しい戦後日本を作りましょうよろしくお願いします。ありがとうございました